何が起こっている？私はただ皆で遊べるものを作りたくて。なんだ、まただ今の声、本当に何か、いやありえない、ただのカードゲームだったはずだ。どうして？このままでは、今すぐクイーンズブラッドを。どうした？カードバウトにのめり込みすぎるあまり、剣客でも見たの？亡霊でも見たような顔をしているぞ。そういえば、クイーンズブラッドの生みの親である歴史学者のリドラルもカードを発売してすぐに奇妙な声が聞こえると言っていたらしい。その後人前から姿を消し、自宅で孤独に死んだそうだ。このゲームに人生を狂わされた者は少なくない。それほど魅力的で奥深いというべきか。お前と戦って新たな神髄を見つけることができ。私の名前はリドラル・バモン、クイーンズ・ブラッドの生みの親だ。つまり全ては私の責任だ。まさかこんなことになるとは。聞こえたか？もう時間がない。彼女が呼んでいる。行かなければ。私は囚われている。呪いのカードだ。終わりは近い。いや、これは始まりなのか。黒紅の女王が。ん？もしや、おぬし。ではなかったんだ。ただの伝承ではなかった。あれはわず震えが止まらない。このカードを捨てなければ。分かっているのにどうしても。何もかもが遅すぎたんだ。私は今、クイーンズブラッドの生みの親であるリドラル・バモン氏の家の子より突撃。
なんだこの匂い。リドランさん、死後どれくらいでしょうか。腐敗の状況からかなり経過している。後日解剖の結果、現場の状況が、遺体のそばにはあのカードって、まさか黒紅の。ボイスメモはここで途切れています。リトラル氏は世界で1枚しかないカード、黒紅の女王を所有していましたが、遺品からは見つからず、第一発見者の記者が持ち去ったものと考えられています。以降その記者は行方不明。予期せぬシャットダウンを確認、再起動中。しばらく。私は何を。ああそうでした、カードバルトでクラウド。次こそは勝てるよう、さらにバージョンアップしておきます。ありがとうございました。おめでとうございます、クラウドさん。連絡船でお会いした天才バウターのレジーさんがゴンガガに滞在しているという軍師 VS 天才、ぜひ挑戦してみてください。少し昔話をしようか。かつて美しく心優しい女王がいた。女王は民に愛され、女王も民を愛していた。しかし突然ある日を境に、女王は冷酷で残忍な性格に変わってしまう。まるで姿や声はそのままに、中身だけを入れ替えたかのように。それ以降、女王は民の命を使い侵略を始める。領土が広がるにつれ、民は死んでいる。ある日、苦しむ民の前に一人の魔女が現れた。その魔女は水玉色の不思議な力を操り、民たちを扇動し、女王を捕らえ処刑した。その間流れた黒紅色の力、モンスターが生まれ、そして世界中に広まったという。これが黒紅の女王の物語だ。ただの昔話、伝承、言い伝えのはずだった。しかし彼女は実際にいた。いや、これから生まれると言った方が正しいか。もう分かるだろう、黒紅の女王だ。彼女を蘇らせてはいけない。私ではダメだった、あとは君に託そう。そう、君だ、クラウド。ホーンテッドホテルで待つ。急いでくれ。ごめんなさい、ちょっと調子が悪いわ。クラウド、黒紅の女王、世界で1枚しかない最強のレアカードなんだけど、実はそれと対応なすカードが存在するの。水玉の魔女っていう。ごめん、やっぱり今のは忘れて。疲れてるみたい、少し休ませてもらうわ。素晴らしい、さすが私が見込んだバウターだ。手紙を送る。手紙？何の？カームの宿だ。あの時、宿の主の名を語り、
カードを送ったのは私。あんただったのか。許してくれ。有望なバーターが必要だった。期待通り君は強くなり、だがそれでも黒紅の女王の力は困難。すべての元凶は黒紅の女王のカードだ。カードを手に入れたバウターの正気を吸い取り、呪い殺しては、次のこれまでに多くのバウターが犠牲すぎが最後だ。復活の時は近い。クラウド、カード、民を先導し女王を処刑した。水玉の魔女のカードが必要だ。魔女はニブルヘイムにいる混沌の獣が持っている。しかし今の君では勝てない。まずはランクを上げるんだ、クラウド。頼むぞ、女王が目を覚ます前に。女王と魔女をめぐる運命はお前を選んだようだ。狂乱の遊戯によって広められた闇は想像以上に深い。侮ると引きずり込まれるぞ。くれぐれも気をつけろ。事態は思っていたよりも深刻なようだ。魔女のカードが女王まで導いてくれる。あとは任せた、クラウド。無事水玉の魔女を手に入れる。早速魔女のカードから発せられているエネルギー、黒紅の女王の居場所が判明します。どうやら女王はゴンガガエリアにある遺跡にいるようです。クイーンズブラッドをめぐる物語も大詰めです。女王と戦えるのは先決の処刑に。よろしくお願いします。声が聞こえる。力に身を委ねろ、全てを支配しろって。頑張って耐えてきたけど、もう駄目みたい。レジ、懐かしいな。かつてこの辺りはわらわのものだ。忌まわしき魔女と愚民どもに殺されるまではな。勝負だ、クグツの者よ。わらわは黒紅の女王、血の恨みは血であがなってもらうぞ。バカな、わらわが負けただと。おれ、魔女め、またわらわを阻むか。クラウドは平気か。女王はもう大丈夫だ。果たしてそうかな。さあ、クグツらしくわらわのものになれ。クラウド、女王のカード。焦るか、遊びは終わりだ。
がとう、クラウド。女王を、私を止めてくれて。天才なんて持ち上げられて、いい気になってたんだよね。そのくせ、裏では負けることに怯えて、がむしゃらに力を求めた。その結果がこれ。掘り起こした伝承が悪かったな。あれは、心の隙間に入り込み、広まることで力を持つ、そういう存在だ。抗うことは難しい。ただの天才なんて存在しない。全部努力の結果だろ。胸を張れ。あ、うん、一から頑張らなきゃ。もしまた女王が蘇ろうとしたら、今度は私が倒せるように。次は負けないから、また勝負しようね。ああ。では、私も戻ることにしよう。助かった。こんなところで死なれては困るからな。